こんばんまこ。すっぴんじゃないですよ なんか、あれ？めっちゃ化粧薄く見えるね。朝ね、メイクした時は結構濃かったはずなのに。なんでだろう どうだ。こんばんまこ。さっきさ、卵1個落として割っちゃった。めっちゃ悲しい。卵落っことしちゃって割ってしまったので配信が遅れました どうして、あ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、めっちゃ拭いてきた。悲しかった。こんばんは。ちょっとなんか顔が薄すぎたので足しますね。なんか青やから先生ってきた。なんだろう、どうだ超見たい、気になる。あー、早く、あー、あやの LINE が見たいんだけど。あの先生、蒸しパン作ったらこうなりました、ピエンっていうねのが来たんですけど。あ、見たい。あー、絶対面白い。見たいんだけど 見たいんだけどな。ちょっと後で見ようっと。たけりやさん、おつまここんばんむこ。ガンズンさん、あ、違う、ガンズンさんだ。おつまここんばんむこ。たけりやさんこんばんむこ。JK むこ。あつしさんこんばんむこ。きゅうきゅうさんこんばんは。げんじゃさん、おつまここんばんむこ。ふげんさん、学校おつまこありがとう。ぐちゃんおつまこ。まこさんこんばんむこ。あきとさん、やんやんや。みろさんこんばんむこ。うはっくまさん、おつまこ。たけりやさん、かわいい。ありがとうございまこ。けいちゃん、こんばんむこ。ゆめつからさん、こんばんは。もーりーさん、こんばんむこです。紫の塩物川さん、おつまこかわいいまこありがとう。しんのすけさん、おつまこ。な、すごい顔がちょっと盛れてない。なんだろうね。こんばんは。山さん、かわいい、ありがとうございまこ。げんちさん、ハート、ありがとうございまこ。鈴木さん、三色団子、ありがとうございまこ。余裕のないゆうちゃん、かわいい、ありがとうございまこ。デイクさん、いいね、ありがとうございまこ。キリアさん、ぐっちゃん、ふうわのめぐねさん、三色団子、ありがとうございまこ。山ほう、さんごさん、ハートたくさん、ありがとうございまこ。はい。今日めっちゃ髪ツヤツヤでしょ？超サラサラなの。わ、すごい髪が落ち着いてる。昨日ちょっと美容院行きました。ツヤツヤになりました。トリートメントやっとできて、もう何ヶ月ぶりに美容院行ったんだって感じです。げんちゃさん、音符ありがとうございまこ。ヤマホーさん、ごさん、ハートありがとうございまこ。よしさんもハートありがとうございまこ。アイスもよしさんありがとうございまこ。よしさん、タコありがとうございまこ。つやまこ、あのね、今日ね、美容師マスクしてた？覚えてない。はい、蒸しパン先生、やっぱり焦げたのかね。ちょっと気になるんだけど、あーやの蒸しパンが気になっております。で、特にレシピとかそういうのも送ってないからさ ビューラー使うつもか。見られた？ビューラー使ってるとこ恥ずかしい。なんでしょうな。あー、なんか、でも普通にちょっとできてる風だけどな ちょっと今 iPad の方で LINE をちょっと確認しました。ところ勝手には見せられないんですけど、
見れてる。焦げてない。べちゃってる。ちょっとべちゃってる。でも想像以上に分かんないどうなんでしょうね。あ、やりさに写真あげてる。想像ではもっとぐちゃぐちゃなのかと思ったけど、思ったより普通だったので安心しました。あや大富豪やる？ほう。本当だ。載せてますね。なんか何これって。ちょっとべちゃってるだけ。もっと加熱したら治るんじゃないかな。ね。今日はね。そう、今日ちょっとね、やばい、忘れてたの。やばい、豆腐の賞味期限が。そう、豆腐食べようと思ってたのに、ちょっとね、なんだっけもう言葉が浮かばなくなっちゃった。遠回しじゃなくて後回しにしてたんですよ、豆腐を使うのを。したら賞味期限が今日なんですよ。もう2つ食べてないの。2つとか2個パックのやつを食べ忘れちゃって。ね、豆腐のなんかを作りたいとか思ってたんですよ、お菓子とかなんだけど、スマホで見れないの。スマホは今配信してるので見れない。今日ね、あとね、でかいチョコもあるんで、100円のすごくない？ビッグチョコも。これのお菓子を作るのに使おうかなと思って遠回しと後回し、賞味期限なら過ぎても大丈夫。そうなの。今日入学式だった。今日は入学式中止なので、放送で少ない人数の教室でやりました、入学式。なんか思ってた以上にみんななんちゃって制服とか着てて楽しそうだった後回しですね。甘くないチョコ、いや普通のミルクチョコだと思う、お菓子作りに。なんちゃってとは、なんちゃって制服ってあるじゃん。みんな制服着てた。今日から高校生。そう、今日から私は高校生今日からおつまこは高校生になりますが、孤独に入学式そう、悲しかったね。確か入学式ってどっかのね、でかいとか体育館みたいなとこでさやるもんじゃない。教室でさ、校長先生の話をなんだっけ、モニターじゃなくてスクリーンに校長先生映されてね、え、孤独なの子よ。スマホ高校生、スマホもう高校生早いね、おつまこさんが社会復帰できて僕は嬉しいです、ありがとう。あ、でもやっぱり学校ね、自粛っぽくて、またなんか説明みたいなのは行くんで、なんか何だか分かんないけど、なんかして、5月とかまで自宅学習です、私多分。いや、今のこの時期にね、いろいろ学校もう行っといて単位とか取り終わっちゃいとか考えたけど、自粛でした学校もはい、なんか早くお家でさ
全部終わらせたい派なんですけど。高校先生、校長先生の話なかった。いや、短縮なんで短いですよ全部。怖い。三密密室、三大密室みたいなやつ。またニート。もう中学生リスペクト、リスペクトよ。はい。なんか漏れないね今日。なんで？顔が薄いのかな今日。前髪かな、わかんない。今日パラパラ、風にね打たれてきたから。ぐっちゃんだるまありがとうございます。そもそもそこまで学校行かなくていい感じなんであれなんですけど、自宅学習ですね。1ヶ月くらい。はい。顔色いつもと違う。なんか顔色悪くね、なんかすごい。そう思ったのは今日ってか、お家帰ってきてからリップ塗る前本当に顔色むすぎて。目が薄いんだね今日きっと。目が薄い。あ、まつげあれかな、ネイル風になってたよ。あれ今日風強いねって。どうですよね、なんかさ久しぶりに学校行ったらすごい疲れちゃった。いや本当大したことしてないのに、本当ただ座って話聞いたりとか、ちょっと名前書くとかしたぐらいなのに。しかも短縮だったのに疲れたから、もうあの学校始まったらどうなっちゃうんだろうってぐらい。お家帰ってきてすごい疲れた。なんかニートが社会に出るとこうなるんだなっていう。うん、座ってんの意外と疲れそう。硬い椅子に座ってるのって意外と疲れるんだよな。引きこもりの代償で毎日1万歩を散歩してるんですよ。そう、あの公共交通機関使いたくなくて、あの歩いたら疲れちゃった。まあね、いつも1万歩歩いてるけどね。なんででしょう、緊張するとやっぱ疲れるのかな。あと最近なんだかんだ、なんでなんだろう、何してるのか分かんないんだけど、1日過ぎるのがあっという間すぎて、集まりやる時間そんなないんだよね。なんでだろう。なんか散歩してお料理してたら1日、そう起きてご飯食べてお散歩して料理して食べてお風呂入ったりして、そしたらもう寝る時間だわって思っちゃって、全然もう集まりやる時間が超短いんですよ今日。結局まだお家帰ってきてから集まりできてない。学校のなんか紙とかなんか書いてたら、そう宣言書よりゲームの時間に散歩に時間かけすぎなのでは。あ、やっぱそうなのかな、年取ると一日やばい、年取ってんのかな、起きるのが遅いのかな。今日はね、そう今日ねちょっと寝坊して朝ほんとびっくりした。今日9時に起きる予定だったんですけど、昨日ちょっとだけほんと30分ぐらいだけ寝るのがいつもより遅くて、1時とかに1時ぐらいに寝ついたんです多分。でなんだで寝て、で9時、私出かけるまでいつも出かけるまでずっとアラームをつけてる派なんですけど、出かけられる時間までなんていうの、9時に例えば9時に起きて13時に12時に家出るとしたら、あのそこは12時までずっと10分おきぐらいにアラームをつけてるんですけど、今日は9時から10分おき10時までしか、9時半までぐらいまでしかアラームをくっつけてなくて、多分1回9時に起きたのかもしれないんだけど、なんか二度寝しちゃって目覚めたのが10時半とかで、本当にびっくりした。え、これやばい、あもう終わった、遅刻かな、今2時ぐらいかなと思って時計見たらまだ10時で、安心したっていうね、よかった。しっかりで、あ15分経過しました、ありがとうございます。そう
なんか予定があるのに二度寝して恐怖だったけど、でも予定のそう早く起きる予定だったからあれだったけど、そう春休み終わっちゃったからさ、11時とかはできないんですね配信。8時まででしかできない。そうやばかった。68人すごい、やったね、ありがとうございます。パチパチパチ。いやえでも2時とかからだったんで全然ね、1時とかに家出ようとしてたんで全然余裕だったんですけど、2時間以内に準備できたし余裕でしたが、もうね一瞬焦った。ちょっと早めに起きる予定だったからね今日。でも9時に起きて何しようか覚えてない、何しようとしてたか覚えてないけど、初日遅刻は野球部全然全然遅刻してない。すごいすっぴんまこってめっちゃ今日聞かれる。全然すっぴんじゃないのよ多分ね、まつげにね粉がついちゃってまつげが白っぽくなっちゃったからすっぴんだと見えるのかな。もうほんと今日こうかで、あ洗濯、あ洗濯はねしたでも全然時間あるから、あのお布巾だけ掃除じゃない洗濯した。いや学校にはすっぴんってこと、あそういうこと、すっぴんじゃなくていいんですよ別に学校でも。今の時期コロナが怖いのでずっとマスクしてたから、あの正直ね意味ないけど、マスクすっぴんじゃない、もうなんかすっぴんの人とかいなさそうって感じ。お布巾上品か、え何お布巾って言わないの、お布巾って何ってすごい言われるんだけど、お布巾って言わないの、あのあれだよ台所とかのを食器拭いたり台所拭いたりするやつ、タオル、タオルではないな、布巾っていう、あお布巾って言って、そうなんだ布巾って言います、台拭き、あそうなんだ、初めて、おつけんなんて言われた、初めて言われた、ずっとママとかお布巾って言ってたからおはつけないなんでなの、知らなかったよ、おはつけない、私はお布巾っていうものだと思ってた、布巾、大布巾え、そうなの、おご飯、ごだ、ごはおだからご飯でしょ、おつけるおつまこ、あそうなんだおつけないものなんだ、知らなかった、ずっと私はお布巾って呼んでましたえそんなお布巾バカにされることだったんだ、危な、知らなかったよ、おうにとか違いますよ、丁寧だから、え私はもう小さい頃からずっとお布巾だと思ってました知らなかった、変なの、変なの、お味噌汁、そうお味噌汁的な、味噌汁っていうよりもお味噌汁派ですね確かに呼ぶの。えママがいつもお布巾って言ってたからお布巾だと思ってたよ私えそうなんだ、まこさん早くお豆腐食べて、そうお豆腐、ちょっと違う、あのね、あの創作料理をしよう創作お菓子をしようと思います、創作料理にならぬ創作お菓子作り、ん創作作り、創作お菓子、ママが楽しい、お上品ですか、よかったそうなんかチョコ豆腐ケーキとか作りたいなって思ってるんですけど、なかなかいい感じのレシピが見つからなくて、うーんちょっと考えながらなんか作ろうかなって思います、はい、なんか探す、頑張って、どうしようかな、なんかレンジで作れる系、冷ややっこにチョコ、そうそれは嫌、創作お菓子、そうチョコ豆腐とか作りたい、
あのね、レンジで豆腐チョコケーキとか作ろうかな。あとね、大さじの、大さじやっと買いました。いつも小さじで、大さじは何杯分とか考えてたんですけど、その手間めんどくさいと思ったので大さじ買いました。はかりは持ってない。あ、はかり持ってないんだよね。あ、でも大丈夫、大さじとかで書いてあるから。これ何グラム、このお豆腐、これ175グラム入ってる。どうしよう、どうやって減らそう。え、これのさ、これ175なんだけど、どうやって150、こんぐらいかな。150、はかり持ってないんだよね。食べて減らす。絹ごしでいきます。どうしようかなどうしようかな。あとね、そう、フォンダンショコラみたいなやつ、電子レンジでできるやつ作ってみたいなって思うんだけど、どうしよう。え、どうしよう豆腐のテリーヌ、あ、これもいいな。冷やすだけって、まあ目分量で大丈夫。どうしよう、どれ作るよ、作ろうろうどうしよう。あとね、最近なんかおからパウダーでパンが作れるっていうやつを聞いて作りたいんだけど、何サイリウムっていうのが必要なの。何大箱サイリウムみたいな、初めて聞いたんですけど。ねえ、適当でいいのでは創作料理だけ。でもお菓子ってさ、結構分量大事だよね。まあとりあえずやるか。お水捨ててこよう、これの水。どうしようかなどうしよう、豆腐、普通にね、黒蜜きなこ豆腐にして全部食べちゃえばいいんだけどねでもチョコ作りたいと思ったので作りますよ。何作ろう、ずっと迷ってる、この配信の中で。そう、サイリウム光るやつ、なんか大箱っていう、なんかよくわかんない食べ物みたいよ。それサイリウムっていうのって、それどこで売ってんだろうね、スーパーで買えるのかな。30分で間に合うか。生チョコはね、25分冷やすから無理だけど無理なんだけど、なんかレンジで作る系探します。やっぱレンジで豆腐チョコケーキだな。作りますか。じゃあ行ってきます。よいしょ、豆腐の水を捨ててきます。あー、やばい。ついに小さじからは卒業、大さじカップ買いました。え、もしかしてさ、大さじってグラム分かったりしない？ 175g、 25g さ、大さじで取ってなんとかできたりしないかな素早いでしょ。上上、下下、右右、左左ちょっと大さじイコール 15ml。 なんで量り買わないのか。買いたいんですけど、量りどこに売ってんだろうスーパーに売ってないかな。とりあえず、どうだろう、これ 175g なんですけど、この豆腐水を捨ててきましたが、あ、どこが100、どこまでが、どこが 150g だと思いますか。175、150、この辺かな。
上下左右左右 BA、 これ何なの、前見たことあるんだけど何なのこれ。分からん、やっぱり分かるわけない。じゃあ頑張って感覚でいきます。完全感覚トリーマー、なんだっけこの曲。はちょっと大さじのやつで切り崩そうとしたのはちょっとバカだった、やりづらい。目分量でワンオクやで。あ、完全感覚ドリーマーってワンオクだ、確かに。裏技コマンド、コナミコマンド、何なんだろうねこれね。フォンダンショコラみたいにしたくてさ、間にさこれを入れようかなみたいな。どうしようどうしよう。まあとりあえずこれを作るか。絹豆腐、卵1個、みんなよく混ぜる、ふんわりラップで500ワット5分、粗熱を取って粗熱かと思った、粗熱を取って冷蔵庫、卵1個もね、ラカントというお砂糖は持ってないので砂糖にします。カカオパウダー、おからパウダー大さじ2、あら熱、メタン、あら熱、あら熱ですね、あら熱です、あら熱じゃなくて。とりあえず豆腐を入れます。あ、はい、え、絶対さこれ 25g じゃないよね、もうちょっと取るか。多分これ 25g だと思う。そう、 25g 没収して、よいしょ。で卵1個、カカオパウダー 15g、 ラカント 20g って大さじ何でしょうね。超目分量、これが 150g、 多分体重計もない、体重計で測れる 25g。 明日の朝ごはん、そう、体重計ニトリの一番安いやつだから分かんない。あーや関心枠してる、どう、あーや見てるんですか。やばい、目分量なんだけど測り欲しい、ほんと顔測り買うべきなんだけど。 25g 没収、はい、して卵1個持っていきます。また蒸しパン、じゃあ違うの、豆腐が余っちゃってるから、あのなんかね、チョコ、豆腐のチョコケーキを作りますママから何してんのって聞いた。卵持ってきます。さっき卵使うと思って持ってこようとしたら卵落としちゃって、よいしょ。感覚で生きてます。え、なんか割るじゃない、失敗しそう今日。割れた、はい。そしてラカント 20g ってお砂糖どんぐらい、え、でもお好みで、あ、甘みはお好みでいいらしいからですね、あえて測りなしで。じゃあ測り持ってないからね。小さじ1は5ミリリットル、5ミリなんとかって書いてある。一人でできるの。え、どうしよう。お砂糖を使ってる時点でヘルシーじゃなさそうだけど。そして甘さ控えめ。お砂糖の入れ物うちと一緒。これどこで買ったんだろう、ニトリ、分かんない、スーパーかな、なんだろう、分かんないのでオリゴ糖入れときますね。なんか
オリゴ糖ならさヘルシーそうだからお好みで。つまこの目分量でできるもん。つまこ創作お菓子。はい、豆腐、そしてココアパウダーも 15g って。大さじ何だろう、とりあえず大さじより少なめぐらい入れとくか。こんぐらい、あ、いい感じかも。そして最後におからパウダーを大さじ2。オリゴ糖適当、ラララテロップ変更したよ。ココナパウダーきた。ココアパウダーです。ココアパウダーがさ結構取りにくくて困ってます。拭いておからパウダーを2杯入れます。そう、大さじを買ったから、なんだってなんて言ったって大さじを買ったのでいい感じ。あ、なんかこの大さじ本当に大さじなのかな、なんかでかい気がする、量が不安になってくる。100均だから大さじだよね。1、お豆腐も入れたのにおからパウダーも入れるんだね。2杯入った。そして混ぜます。はい、大さじ買ってどうやる、おつまみさん。そう、大さじって結構さ便利だよね。絶対これ一気に全部混ぜるものなのかね。お豆腐をなんか細かくしてからじゃないんだこのレシピ不安だな。なんかみんなよく混ぜるだってなんか粉かな、なんか喉に入った、不安な感じしかしないんだけどね。お豆腐多かったかな、不安です。混ぜ混ぜ、うわ怖い。でもなんかお豆腐多い気がする。こんななんかこんなさ感じじゃないと思う。お豆腐が絶対多い気がする。でお豆腐だけで細かくすりつぶしてから材料を入れるタイプだと思う。入れた方がやりやすいと思うんだけど、しくったなこれ。あー怖い、心配心配なんですけど、これ出来上がってくれるかな。でも電子レンジで加熱したらまあ多分美味しくなくても美味しいから大丈夫。多分見た目悪くても多分食べれるんで。パウダー入れたから失敗はない、なんとかなるなる。怖い、できるかな。あ、でもなんかねよく混ぜてったら良くなってきたかも。なんかいけそうな気がする。これなんかさ、どっちが利き手なのか未だにわからない。右かもしれない、もしかして。おから増やせば、でもこの感じはでも増やさなくていいかもって思う。おから増やしたらコストコとになって大変になるので。おつままの反応なし。おつままはなんかおから増やせばみたいな、増やさなくていいと思うこの感じは。あ、いいかも、見てなんかケーキっぽくない、ケーキのあの焼く前っぽくない、ちゃんといいかもしれない。ココアパウダーを冷やしたい気がする。妖怪混ぜ混ぜまく。混ぜるなら右がいい。本当？左混ぜ安定した。なんか左でもいいかも。なんか目離して混ぜるのは良くないな。前に豆腐のガトーショコラ作った時は失敗したんですよ。で、あ、これ私のうちのオーブンが悪いんだなって思ったんだけど、多分レシピが悪かったのなんか私の失敗レシピみたいなやつがあったんですよ。でそしたらなんかそこに私が失敗したなって思ったあのやつは
お豆腐ガトーショコラですって書かれてて、あの別の人ね、あこれ失敗しそうなやつ私作っちゃったんだなって思った全集中混ぜ混ぜ器子の呼吸、あれ全集中器子の呼吸3の肩必殺混ぜ混ぜ、はい、やめた方がいい、こういうことやるの。混ぜ混ぜ、え、なんかでもいい感じ、いい感じの生地になりました。これ膨らむのかな、うちのうちいいお皿とかなくて、丸いやつとかなくて、なのでタッパーで焼くっていうか、レンジにやります。ないかな、なんかなんかいい感じじゃない、ほらケーキ生地になりましたね。ではこれを焼きます、レンチン何作るの、創作お菓子って感じ。え、ココアパウダー増やそうかな、いやでもこのままでいいかな、うーん、これも使いたくて、よいしょ、ああよいしょ、そして味見してみたら、豆腐分強すぎるからココアパウダー足します。なんか豆腐味すごかった、やっぱありがとう、味見してみたらって言ってくれて、ココアパウダー足します。微妙だったなんか味ありがとう、微妙な表情、なんか豆腐の味だったんでココアパウダー追加したけど多すぎたかも、あやばいココアパウダー入れすぎた、まあいいや大丈夫、あ大丈夫そうだった、やっぱり妻のさすがママじゃなくて今コメントの人です、ありがとう。ココアはやっぱり富永、オリゴ糖も入れちゃう、あそうかも、入れようかな、あケーキ生地っぽくなった、より一層、あいい匂い、いい匂いがした、うん豆腐すぎたね味が、こういうの追加すると失敗するパターン、いやココアパウダーもお好みでって書いてあるんで大丈夫です多分失敗するかな、味見、あん？もうちょっとかなって思うけどやめとこう、うん多分大丈夫です創作お菓子だねこれ、成功するかな、ウニが一人でキャットタワー登りましたって報告がママから来ました、おめでとうウニ、ついにその時が来た、よかった。なんかうちのうちにキャットタワーあるんですけど、ウニね一番頂上自分で登れなくて、乗せてあげるとすごい喜んでそこでグーグー寝るんですけど、兄ちゃんようやっと自分で登れるようになったらしいです。混ぜ終わりましたので、どうしようかな、どっちに入れよう、あーでもやっぱここに入れます、この型にたくさん入れようかなって思ったけど、降りれるの、降りれるよ全然、なんか隣にベッドの真横にキャットタワーがあるので、ベッドなんていうの、ベッドに着地するから全然降りれます。では流し入れていきたいと思います。チョコクッキーじゃないよ、なんだっけ、チョコケーキだよ、豆腐チョコケーキ豆腐を消費しないと、
あとねヘラもなんとあるんですよ、うちのうちにゴムベラがね登場したのでボールに残らず入れることができるっていう。でもなんかちょっとポソポソしそうな気がする。なんか水とか牛乳とか入れた方が絶対美味しいかもしれない。絶対そんな気する。まあでもいいや。あ、全部入れちゃった。半分入れて、そのなんか中に間にチョコを入れたいと思ったんだけど全部入れちゃった。急げ。な、本当だ、もう45分。だらだらしてたらもうこんな風になってた。早い早い早い。なんか成功するかな、心配になってきた。この感じなんか成功しなさそう。怖いな。頑張る、急がなきゃ。とかね、休憩のなんか3時間までしか配信しちゃいけないルールはまだ健在だと思うんだけど、何時間配信していいんだろうね、いつも。だってね、3時間焦ると危険よね、焦ると危険。ちょっとヘラでちゃんと鳴らして入れます。ちょっと汚い、ここが。こんぐらいまで入れたらちょっとチョコをね少し入れようと思います。成功、あ、創作料理なんだから、成功したって言い張れば OK。 確かに。で、チョコを入れます、ちょっとだけ。あ、チョコをちょっとだけ、なちょこっと。なんか間にチョコ入れて若干なんか、え、なんかこのチョコいい匂い。いや、チョコはいい匂いなんだけどさ、なんか他のチョコと違う感じ。こう入れて、ちょっと少ないけどもう一回かける、上から。あ、大丈夫かな。なんかチョコを間に入れて、なんかフォンダンショコラ風にしたい。できるかな。やばい、隠れきらない。生地があんま足りない。大丈夫かな、これ成功するかな。でも成功って言い張ればね成功しますもんね。犬が鳴いてる音、声がする。なんか汚い。あ、創作料理って汚くなるんだな。やばい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 よ。アーヤの先生になれない。やばいやばい、気をつけなきゃ。あ、あと13分、余裕だな。あと13分もあるんで余裕余裕。なんかちょっと汚い。大丈夫？失敗に1票。でも電子レンジで加熱したら大体なんとかなるんで、ちょっと縁を拭いて、汚いのでね、綺麗にして空気を抜いて、はい、結構しっかりめに剥いた方がいいらしいです。ちょっとね浮き出てるんですけど、チョコな、ちょっとさ、もうちょっとチョコ沈んでくんないかな。もうちょっと沈んで、もうちょっとチョコ沈んでくれないかな。見えてるんだよな、チョコ。埋まってほしい、チョコ。創作お菓子作りですから。大丈夫かこれ。はい、できた。ちょっと待ってね。で、何分でやろうかな。様子見って感じ。うん。500W で5分。高校生になったから9時までじゃないの。それをね、マネージャーさんに聞いたら、なんとですね、
あの高校生でも15歳は研究生は8時までですって言われました。ではレンジでチンしてきます。あ、ラップをふんわりかけてチンします。いってきます。残り10分でなんとかできるぞスーパー早く作っちゃう。チョコ、ミルクチョコ入れたから多分甘くて美味しくなると思います。実食前で間に合うかな。頑張る。ちょっとね、ギフトあんま読んでなかったので読みます。 CD 大好きさん、クマありがとうございます。情けの塩物がさん、猫に小判、違う、小判ありがとうございます。デイクさん、いいねありがとうございます。ゲンチャさん、バラありがとうございます。フルアウのメガネさん、かわいいありがとうございます。タキリアさん、ファイトありがとうございます。次回おつまこラーメン配信さん、だるまありがとうございます。おつまこはラーメン食べれません。いや食べれるんだけど。トシさん、ハートありがとうございます。グッチャン、ハートありがとうございます。タイザー北斗さん、三色団子ありがとうございます。ゲンチャさん、バラありがとうございます。ふーわなめがねさん、謎の風呂敷ありがとうございます。よしさん、三色団子ありがとうございます。おのぐりくりちゃん、花束ありがとうございます。ぐっちゃん、音符ありがとうございます。としさんとひろさん、三色団子ありがとうございます。ふーわなめがねさん、花束ありがとうございます。げんちゃさん、バラありがとうございます。やまさん、888ありがとうございます。よしさん、かわいいありがとうございます。って感じ。わかん、あ、まだあるね、いっぱいたくさん。ラーメンおじさん、三色団子ありがとうございます。げんちゃさん、ハートありがとうございます。ぐっちゃん、だるまありがとうございます。コロスケさん、ハートありがとうございます。たけりやさん、尊いありがとうございます。なべかずさん、三色団子ありがとうございます。ハートもありがとう。よしさん、チューリップありがとうございます。うんって感じかな、多分。はい、ラーメン食べれますよ。スーパーおつまこタイム先生、あーやだ、やっほー。いや、まこもさ、失敗しちゃうかもしんないんだけど、今目分量で作ってる失敗しそうなんですけど、レンジでチンナウです。え、650ワットで時間短縮してくるわ。できた。これで美味しかったら奇跡。めっちゃ熱かった今、危なかった、やけどするかと思った。時短まこあや、蒸しパン食べれますか。あれでも美味しそう、普通に色も普通でしたよね。間に合ったまこバカじゃ、え、なんかまだ全然なんか生っぽかった。あと2分半だったから、あの650ワットで1分にしてきました。美味しかった。美味しかったなら OK。ね、普通の蒸しパンじゃないから今回。お豆腐入れたから失敗しそう。お豆腐入れると私大体失敗するんだよね。怖い。うん。絶対まだできてなさそうなんだけど。今日不在になること多いね。あと30秒、結構固まってたんだけど、もうちょっとやりたかったかな遠くでうーんって聞こえる。
ピピピ素早い。めっちゃ早くも連打してきた。めっちゃピピいってる。あの30秒押したからピピピ。すべてが適当。でも電子レンジの温める秒数はお好みだと思いますけど。早っ。早い。ちょっと型から出します。お、な薄、なんか普通のいつもの蒸しパンと一緒なんだけど熱っ熱っ。え待ってバカなことしたかも。なんかねちょっと汚い。もう冷めて、早く冷めて、早く。固まってはいるんだけどあんま膨らんでないんだけどドロドロ違う、チョコです。ドロドロしてるのはここが豆腐の部分で、これねちょっとチョコが浮き出てますね。あの爪楊枝さえしたら火通ってました。これを切ります。なんだかいけそうな気がするよ。でも割と薄いね。そんな膨らまなかった。あと3分ちょい。やばい、壇上読みたい。やばいぞ、急いで。おいしいおいしいで。切って、急いで切って乗せて、暑いですわ暑くて、これさまだなんだけど、ちょっと切れ端食べたいんですけど。うん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 、美味しいんですけど切れ端を切ってます今。普通に美味しいけどなんか違う感はあるできたものはこちらですね。なんか前作った蒸しパンと大して変わんないな前なんかチョコを混ぜたおから蒸しパンと大して変わんないな。これもうこうなりました。創作だけどなんかできたね。おから蒸しパンと変わんなくない？あ、美味しそう。ちょっと断面は、あ、割れてる。断面はこんな感じ。あ、ちちちち、熱い熱い。あ、58分。ではランキング読みます。急ぎます。13位情けの塩もなかさん、12位風和のメガネさん、11位大吉48さん、10位奥知恵さん、9位ゾンビさん、8位斎藤さん、7位グソクムシさん、6位ガンズンさん、5位ラーメンおじさん、4位トシさん、3位デイクさん、2位ゲンチャさん、そして第1位はヨシさん。ありがとうございまこー、みんなありがとう。間に合った。いや1時間足らずの配信ってやばい時間ないね。え、美味しそう。熱くて食べられないよ。いただきます。うんうん。え、天才かも。なんか溶けてるチョコが本当に美味しくて、本当にフォンダンショコラみたい。取って出し写真撮ってないじゃん。
ありがとう、教えてくれて。ありがとう。はい、取れた。え、おいしい。なんかフォンダンショコラの味ちゃんと、うん、うんうん、全然豆腐の味とかもしない。うん、うんうん、はい、どうぞ。見て、チョコがいる。バイバイ。切れる？実は切れないんですけど、20時までだ。